今日でもはや10回目のベンドーバーの講義です。先月からいよいよ問答の部分に入りました。先月は、第1回目と第2回目の問答について話をさせていただいたと思いますが、もう1回最初の問答、最初の質問から、読ませていただきます。これが最初の、いやまだ問いではないですね。今この座禅の功徳、広大なることを聞き終わり、愚かならん人疑うて言わん、仏法に多くの門あり、何をもってか人へに座禅を進むるや。最初のところで言われたことで、まあ大体の人はいかに座禅が素晴らしいかは分かったであろうが、中にはこういう愚か者もいるかもしれない。つまり、仏法にはたくさんの入り口があるのに、なぜあなたは座禅だけを進めているか、そういう愚か者。それに対して道元禅師は示して曰く、これ仏法の正門なるをもてなり。なぜ座禅だけを進めるかというと、座禅こそ仏法の正門だから。でそれに続いてまた質問が出るんですね。2番目の質問、問うて曰く、何ぞ一人正門とする、なぜ座禅だけが正門なのか。答えは示して曰く、太子釈尊まさしく得道の妙術を承伝し、また三世の如来ともに座禅より得道せり、このゆえに正門なることを相伝えたるなり、鹿のみにあらず祭天統治の諸祖皆座禅より得道せりなり、ゆえに今正門を人間に示す。なぜ座禅だけが正門と言われるかというと、まず、まあ、仏教はお釈迦様の浄土からスタートしますけれども、12月の8日に明けの明星をご覧になって悟られたと言われてますが、その時にはまさに座禅をされていた。他の如来と言われる仏たちも座禅をもて浄土されている。それだけではない。釈尊からはマカカショーマカカショーから、ああなんだと、28のインドの祖師、中国の祖師もみんないずれ座禅をされた。なので座禅こそ正門であると。ここではお釈迦様や仏祖方がみんな座禅をしたという歴史的事実が証拠として使われているんですね。で同じように不感座禅儀の中でも一番最初には道元円図から始まるんですね。私たちは空気のように悟りに囲まれている。息を吐くのも息を吸うのも仏の鼻から入って吸っている。そのようにいつもあのくたら三脈三菩提を呼吸している。それが本当ならば、なぜ座禅をしなくちゃいけないのか。道元円図、それを分かっただけでも十分じゃないかと。でそこ不感座禅儀では道元禅師は、言わんやかの祇園の承知たる丹座六年の小石三つべし、道元円図だからといって座禅をしなくてもいいんだったら、じゃあなぜインドのお釈迦様が祇園で座禅をされたのか、それも6年か。なぜ少林の信任を伝うるそのダルマ大師、菩提ダルマが面壁臭い、
要するに9年間少林の洞窟に入って面壁をされたか、面壁九歳の称名直樹こゆ古生すでにしかり今人なんぞ弁ぜざる。昔の人がそうならなぜ今現代の人たちが座禅しなくて済むだろうかと、ゆえにすべからくことを尋ね語を追うの下行を窮すべし、すべからくエコ変性の大法を学すべし、新人次年に脱落して本来の面目厳然厳然せん、陰物字を縁と発せば急に陰物字を務めようんぬんと続くんですね。不完座禅儀の中でもなぜ座禅をしなくちゃいけないかということに対して実際にお釈迦様でさえ6年間を座られた達磨大師がインドで悟り開いてそれを伝えるために中国に渡った悟った後でも9年間実際に座禅をしている、それを知っているはずのお前がなんで座禅をしなくて済むんだろうと。でまあこれと直接に関係はしてないんですが、先月も言ったように、沢木老師は提唱の中でよく、まあ、最初に16歳17歳の時にまだ運数になる前に先輩たちが温泉に旅行したある時に暇つぶしのつもりで座禅を組んでみたら、たまたま自分をいつもこき使っているおばあさんが部屋に入って深く頭を下げた。その時初めて座禅の尊さが分かったと言われるんですね。座ってみてなんか自分の中に何か湧いたとか気分が良くなったんじゃなくて、本人は偉くなったとかそういう思いは全くなくて、でもどうも自分には分からない何かがあのババアに伝わっている、まあそういう話をよく、するんですね。道元禅師はここではとにかく座ってみなさい、わかると言わないですね。お釈迦様が座ってたんだよ。沢木老師も自分が座ってみて、なるほどという何かを感じたんじゃなくて、本人もわからない何かが相手に伝わった。そういうような、まあ、説明の仕方をするんですね。という、まあ、答えですね。私だったらやはり一緒にちょっと座ってみないかというように答えたいけれども、まあ、道元禅師はあえてこれをここではしないですね。でまあ、続く質問ですけれども、問うていわく、あるいは如来の名術を承伝し、または祖師の後を尋ぬるによらん、まことに凡庸の及ぶにあらず。しかはあれども、独居念仏はおのずから悟りの因縁となりんべし、ただ虚しく座してなす、ところなからん、何によりてか悟りを得る頼りとならん。また質問をする人が現れた。如来の名術を承伝し、まあ、道元禅師は自由三昧によって仏法が伝わると言われてますけれども、そういう如来たちが仏法を伝える、正しく伝える名実とか、祖師方の、まあ、歴史的な、その歴史的な、歴史の中で残っている修行の後を尋ねる、
にしても凡庸の及ぶにあらず、私たちのような凡夫にはそれが分かるはずもないし、とても真似もできない、真似のできるようなことではないではなかろう。しかはあれども、如来や仏祖の真似はできないんだけれども、読経や念仏ならできる。般若心経を唱えたり、だらにを唱えたり、南無釈迦牟尼仏とか南無阿弥陀仏だとか、そういう念仏ならできる。そしてそうしていれば、おのずから悟りの因縁となれんびし。そうすると、そのうち悟る機会を得ることもあるかもしれない。ただ虚しく座してなすところなから、ただぼーっと座っていれば、何によりてか悟りを得るたと、悟りを得る頼りとなら、ただぼーっと座っただけじゃ悟れないだろう。お釈迦様やダルマさんは特別だろう。そういうもう特殊な人なら、座禅によって悟ることもあるんだろうけれども、私たちは凡夫、こういう凡夫が、お経でも読んで念仏も唱えて願わくは悟りを、開く機会を得られたらいいんじゃないかと、そういう質問ですね。で、それに対する道元禅師の答えを、読んで講義する前に、本当はもう最初からやればよかったと思いますけれども、皆さんと3分間ほど、座禅をしてみたいと思います。椅子の上ですけれども、椅子の上でも、少し腰を入れるというか、座骨を前に倒して、足は、ちゃんと畳につけて、手の組み方は座禅の組み方で、右手を下にして、その上に左手を置いて、膝の上ではなくても、胴体につけるというような感じですね。肩に力が入っていれば、それを、リラックスしていただいて、左右陽身という動きがありますけれども、少し上半身を振るって、目は45度落としていただいて、静かに鼻から息を吐いて、また息を吸う。こういう座禅を、3分して、道元禅師が書かれていることが本当かどうか自分で確認して実証していただけたらと思います。
ありがとうございます。3分間の椅子座禅でしたけれども、なるほど、座禅こそ仏法の証文だ、一寸座れば一寸の仏と言われるように、3分座ったら3分の仏、仏の境地を味わうことのできた人、まあ運水はおそらく3分座ったぐらいでどうとも思ってないんですが、久々に座った人もいるかもしれないんです。確かに座禅をすると仏なんだと実感できた人にちょっと手を挙げていただければ、少し仏に近づいた気がするという人は一人もいないでしょうか。ということは、座禅しても座禅しなくても大体同じ、プラスマイナスゼロということなんでしょうか。こんな人はいないと思いますけれども、下手をすれば仏に近づいたどころか、いつもより凡夫の自分に出会った、いつもより煩悩や欲望にまみれて雑念が増えた、まあたった3分だけれども、いつもより雑念の多かった3分間。そんな人はいないでしょうけれども、いれば手を挙げていただければと思います。そういう人もいない。私が、まあ、文化センターですとか、たまにはヨガスタジオにも呼ばれるんですけれども、結構いつもより座禅の方は雑念が多いという人がいるんですね。普段は雑念がないわけではないけれども、座禅しているとそれが増える、なぜだろう。これもおそらくは昔からの現象で、沢木老師もこれについて言われるんですね。まあ沢木老師はちょっと癖のある人で、こういう話をするんですね。酒に酔っ払って芸者とダンスしている時には金玉にのみがくっついても気づかないだろう。もう芸者とダンスしている最中なので、もう可愛い芸者さんに夢中になっている。座禅して同じことが起こったらもう気になってしょうがない。この自分の金玉にくっついているのみにすぐ気づく。雑念も同じことだと。普段はまあ仕事されている方も多いと思います。その時は仕事で忙しいんですね。で家に帰ると、まあテレビをつける人もいると思いますね。まあ実はそれは私がドイツから日本に来て驚いたことの一つですけれども、昭和62年に初めて来たんです。19歳の時に初めて来たんですが、その時はまあ日本でもドイツでもどこのお宅でも必ずテレビ1台が、あったと思いますが、ドイツは大体家庭一つに対してテレビが1台というのは一般的だったんですね。大体リビングに1台テレビが置いてあるんです。私がその時見た日本のお宅はテレビはどこのお宅でも複数置いてあるんですね。リビングにももちろんありますし、それぞれの部屋にもテレビがあったり、台所にまでテレビがあるんですね。寿司屋に行くと寿司屋にもテレビがあって、お客さんも見れば板前もそれを見ながら寿司を握っているということに、まあ、非常に驚いたんですね。部屋に入ると電気をつけるとほぼ同時にテレビをつける。でまあ仕事から終わっているとそのうちお風呂に入って、お風呂上がりにビールを飲みながらまたテレビを見る。でその時は雑念はおそらくそんなに気にならない、むしろ極楽味わっている
人も多いんでしょう。風呂上がりのビールを飲んでテレビを見てるともうそれこそ極楽。じゃあその時煩悩欲望がないかというとあるんだけれども本人はそれに気づかない。テレビを見てコマーシャルも流れてくるわけですけれども、まさにそこでまた新たな雑念を植え付けられるわけですね。煩悩欲望を植え付けるためにはコマーシャルが流れる。本人はそれを素直に飲み込んで雑念の種を自分の心の中で増やすわけですけれども、そういうことに全く気づかない。で座禅していると湧く雑念にすぐ気づきます。おそらくさっきの3分の間の間も皆さんの心にいろんなものが浮かんでたと思います。昨日のこと、明日のこと、この間あいつにあんなこと言われた、次に会ったらこういうふうに言い返してやろうとか、普段それが浮かんでももうそれに使われているわけですから気づかないですね。テレビでビールのコマーシャルが流れたら飲みたくてまた冷蔵庫に行ってまた一本開ける。座禅の時はそれができない。なので人によっては雑念が増えたと勘違いをする人もいるんですね。普段は気づかない雑念に気づいたんですね。で、おととしの夏でしたか、一回自力と他力について話をしたときに、その時の副題としてこのどうしようもない凡夫は果たして仏になれるんだろうかというのを選んだんですね。それは私が東京のある場所で講義した時に、その時も講義の前に3分ほど座禅をしたんですけれども、講義の後で聞かれたことですね。したら座れば良いと聞いてはいるんですけれども、座っていっても全く仏になったという自覚はない、実感もない、相変わらずの凡夫がそこに座っているだけ。この私という凡夫がいくら座禅しても悟れる気配もなければ仏に近づいているという気もしないんだけれども、まあどうしたもんだろうか、このどうしようもない凡夫は仏になれるんだろうか。でその問いに対して私はまず、あなたはなぜどうしようもない凡夫だということに気づいたんですか、どうしてそれが分かったのかと答えたんですね。このまあ答えの一つの意味は、実際に座禅して修行して自分の生活を変えてみないとどうしようもない凡夫かどうか分からないという意味もあるんですけれども、それよりも私が言いたかったのは、本当の凡夫だったら自分は凡夫だということにすら気づかないんですね。どうしようもない凡夫であるという気づきは、この凡夫を超えたところから出なければそもそも出てこないはずです。どうしようもない凡夫だったらそれに気づかない。それに気づいた、なぜ気づいた、誰が気づかせてくれたか、それは座禅じゃないか、それこそ座禅の功徳じゃないかと。で今まで何回も何回もまあ触れた現状公案の、あの名を代語するのは諸仏なりという言葉にもそういう意味があると思うんですね。迷いに大いに気づく
人こそ仏。五、まあ、悟り、悟りに代名するは衆生なり。悟りに包まれていると頭で分かったぐらいで満足してしまう、それこそ凡夫なんだと。ちょうど今相撲をやっていると思うんですね。でまあ大体この初場所の中日に天皇陛下もご覧になる天覧相撲が行われる、おとといも、天皇陛下が観戦されたと思います。ちょうど私は神戸で講義をしたので私は見てないんですけれども、実はよく、昔相撲見たんですね。まだアナログ放送の時に安泰寺にテレビがあって、冬の午後は割と時間があるので、この初場所はよく見ました。でデジタル放送に変わって、まあ、相撲のために新しいテレビの機械を買うのももったいないし、映るかどうかもわからない。アナログの時はもう砂嵐の向こう側で番組が見えたんですけれども、下手したらデジタルはそもそも映らないんじゃないかと。今はもうテレビがないんですけれども、アナログの時はよく見ました。割と相撲、好きなんですけれども、天皇陛下がお見えになると、まあ、天皇陛下ですから私は全く分からないんですけれども、私の想像では試合を手に汗を握って見ているということはしないと思いますね。あるいは行事の軍配に疑問を持って、あれは違うんじゃないかと。天皇陛下がそこにおられても物言いは絶対しないんですね。物言いがついてても誰も天皇陛下の意見を聞かないんです。で、私たちは普段の生活で、まあ比較の世界で生きてます。自分とライバルを絶えず比較して、勝った負けた。だからこそ、相手に言われたことがいつまでも気になって、それを引きずって座禅中にまた出てきて、今度こそやっつけてやろう、今度こそ黙らせてやろうと、普段の生活の中ではいつも相撲を取っているつもりで押したり引いたりして、勝ったら嬉しい、負けたら落ち込む。相撲の時はそれを、座禅の時はそれをしない。今日引いた不完座禅儀の文章の中にも恵光遍照の大法を学すべしと書いてありますけれども、土生から一歩離れる、一歩離れたところから自分の人生の土生を眺める。今までは勝った負けたで喜んだけれども、それを座禅中はしない。次何をするかというと、まあよく座禅の後に今日の座禅は良かったとか、いや昨日の座禅は良かったけれども今日の座禅はあまり良くなかったという人はいるんですね。自分の座禅に点数をつけてみたり、そういう人がいるんですね。座禅が良かったという理由としては雑念が少なかったとか、落ち着くことはできたとか、座禅が今日の座禅はあまり良くなかったということ時は雑念が多かった、落ち着かなかったとか、眠ってしまったとか、いろんな理由が挙げられるんですけれども、今度は行事のつもりで自分の座禅に点数したり、いい悪いということを言い出したり
するんですね。座禅が湧くのはよ、あの雑念が湧くのは良くない、雑念が少ないのはいい。でも本来はそれもしなくていい。不自然不自悪という言葉も不感座禅儀の中に出てきますけれども、この座禅自体についても本当は良い悪いというものはない。ですから座禅の時は人生という土俵の上でもう力士のつもりで相撲を取る必要もなければ、行事のつもりで軍配をあの人にあげたりこの人にあげるという必要もない。天皇陛下のほかに総理大臣が感染する時もあるんですね。十数年前に話題になったのは、小泉総理が、その時の貴乃花が怪我しているのに 最終的には、怪我を負ったままで勝ってその場所を買ったんですけれども、総理大臣が痛みに耐えてよく頑張った、感動した、ありがとうという言葉が、まあ、ニュースになったんですけれども、座禅の時はそれすらしなくていい。そういう感動を覚えて、ああ座禅してよかった、それもいらない。座禅の時はそれこそ、まあ私天皇陛下ではないのでわからないけれども、そのつもりでただ静かに見る、勝った負けたでいちいち喜んだり落ち込んだりもしないし、あの人に軍配あげたりこの人に軍配あげるということもしなければ物言いもしない。でそれができているからこそ雑念の多いことにも気づく。土俵の上にいると雑念は雑念に思えなくなる。勝ちたい勝ちたい、ああ負けた、今日もまた負けてしまった、明日頃勝とう、座禅してエコ変象の逮捕をすると、それは煩悩だった。そしてそういう煩悩は短い3分間の間でも絶えず湧き続けている。それに気づかせてくれるということこそ、まあ、座禅の道元禅師はまあ広大なる苦毒だと言われます。ダルマ大師は無苦毒、無苦毒という言葉を使っているんですね。その時の中国の皇帝にたくさんのお寺建てて、お経を翻訳させて多くのお坊さん阿弥さんに出家得度させたけれども、その苦毒はどれほどのものかというと無苦毒。座禅は無苦毒だとまで言わないけれども、このダルマさんの言葉を使って本当は座禅も無苦毒、全く苦毒はない。つまり相撲での勝ち負けには関係しない。いくら座禅したって人生の力士としては強くならないぞ、成績は上がらないぞ。でもそのための座禅ではそもそもなかった。座禅しても何にもならんと言われる。じゃあなぜするかというと、この土俵を冷静な目で見れるようになる。いかに自分は今まで煩悩の力士として無駄な時間を過ごしたかということ、そして今もまだその最中であるということが自覚できる。
まあ、いつもはこの相撲の例えではなくて、私は羊の群れと羊の飼い、羊飼いの例えを使っているんですね。座禅していると、自分の心の草原の上に、いかに羊の群れが暴れているかということに気づいて驚く人がいる。要するに雑念が湧いている。で、今度は羊飼いのつもりでこの羊の群れをフェンスで囲んでやろう。黒いやつと白いやつが混ざっているということが気になって、黒いやつだけをつまみ出そうと、それを分けておこうと。ところが羊飼いがそれをどんなに忙しくやっても、せっかくつけた作ったフェンスを羊たちはまた飛び越える。せっかく分けた黒いやつと白いやつはまた混ざる。しまいにはもうみんな殺したくなると、この羊たちはみんな殺してビーコンにしてやろうと。でもその時、あの草原の上で誰が一番問題を起こしている？問題の根本はどこかというと、羊たちではなくて羊飼いにあるんです。あいつらをコントロールしてやろう、抑えてやろうという羊飼いが結局そこで、まあ、問題を起こしているわけですね。ですから座禅の時には自分は羊飼いの真似をする必要はない。羊飼いがそこに現れたとしても、それは自分じゃない、そいつを相手する必要はない。じゃあどうしたらいいかというと、空の視点からまずその草原を見下ろす。それをやっていると、もう羊たちが遠くまで行くかもしれない、いたずらするかもしれない。花畑に入ったり、野菜を踏みつけたりするかもしれないけれども、それをとにかく見ているだけ。そうすると、先の羊飼いがフェンスを作っている時よりも群れが落ち着くことが多いんですね。そのうち遠くまで行ってた羊もちゃんと戻っている。まず、まず禅の時にこういうふうに視点を変えることができるということを発見しなくてはいけないと思いますね。今までは土俵の上で相撲を取ったものは一歩下がって冷静に見れる。そしてその時は行事を演じる必要もない。さらに一歩下がって、あの押し合い、押したり引いたり、その試合をただ冷静に見ることができる。そして、まあ長く座るとそれだけじゃないということもまた気づくと思うんですね。まあ試合が終わって観客もみんな帰って、あそこの会場が静かになった時に、いつまでたっても真上から遠く離れたところから見つめるんじゃなくて、再び降りて、これはなかなかうまくできないんですが、土俵そのものになる。土俵の上で相撲を取るんじゃなくて、その土俵に自分がなる。距離を置いて見るんじゃなくて、それになってみる。草原の話で言えば、天から空の視点からまた降りて、今度自分は草原になる。草原になって羊たちを下から支える。
踏んでみたければどうぞ私を自由に踏んでくれ。餌が食いたかったらどうぞ私から生えているその草を食ってくれと。草原になってはっと気づいたら羊たちが静かになっている、そういう時もある。でもその前にはまず天の陛下のようにただ静かに観戦をする、空の視点からただ静かに羊たちを見る。そうすると全く違う自分がそこにいる。まあその気づきこそ座禅の広大なる功徳であり、道元禅師はここで恵光遍照の大法を学すべしという表現で表そうとしていることじゃないかと思いますね。ところがこの3つ目の質問で言われている疑問、これは当時の鎌倉時代だけではなくて今でもそのまま実感している、多くの人が実感している疑問だと思うんですけれども、その正門、仏法の正門である座禅をやってみたけれども全く仏になったつもりはない、一寸座れば一寸の仏と言うけれども3分間の仏はどこだ、3分間座ったけれども仏どこにもいないじゃないか。それならば、まあ、2年前は般若心経の時には般若心経もだいたい3分間くらいゆっくり読めばかかりますけれども、般若心経を読んでみたけれども、その3分間の般若心経の時に雑念はあまり湧かないじゃないかと思いますね。皆さんどうだったかわからないんですけれども、漢字財宝殺行人般若ラミタジ証券語音階空老一切空役というふうに読むと、まあ集中、自然に集中できるんですね。煩悩欲望も湧かない、だったら座禅をしないで30分ぐらいお経を唱えた方がよっぽど、まあ、仏に近い状態になれるんじゃないか、あるいは念仏、南無釈迦牟尼仏でも南無阿弥陀仏でも、それを唱えていると心にそんなに雑念は分からない。ただ虚しく座してなすところなから、ただぼーっと座っただけじゃ悟ることはないだろう。しかしこの時の独居が念仏は、まあ、例えて言うならば家の前で工事が行われて、この雑念、雑音が気になってヘッドフォンをかけて自分の好きなクラシック音楽などを聴いていると、工事の雑音は気にならなくなる。もう雑音が消えたわけではなく、それを別の音で消しただけ。ボンプが独居や念仏すると、その時は嘘のように雑念は消えるかもしれないけれども、消えたというよりもその時は気にならないだけという可能性もありますね。で、道元禅師はどう答えているかと言いますと、示して曰く、何時今諸仏の三昧無常の大法を虚しく座してなすところなしと思わん、これを大乗と坊ずる人とす。結構
言葉が強いんですね。まあ学童用人種などでもかなり強い言い方を、道元禅師はされてますけれども、ここでもお前は今諸仏の三昧無常の大法、つまり座禅自由三昧、これを虚しく座る、ただぼーっと座っているだけと言ったけれども、これは大乗仏教をそしることになる。まあ私たちが出家特助、葬儀お葬式の時もそうですけれども、受ける受戒の中は、まあ、最初には摂書がありますけれども、最後には三宝を棒ずることなかれということがあります。これは、まあ、摂書と同じぐらい重い罪とされてます、大乗仏教では。仏法をそしること、お前は今大乗をそしったなという、非常に強い言い方をされます。惑いの糸深き大海の中にいながら水なしと言わんがごとし、これでお前の迷いがいかに深いかがよくわかる。お前の今の状態はまるで海にいながら喉が渇いた、水がないと叫んでいるようなものだと。まあ白隠禅師の座禅和さんにもそういうことが書いてあったんですね。海の中にいながら喝を叫ぶがごとしと、まあ、白隠座禅師の和さんに出てきますけれども、もうここ今ここ真実の中に置かれている。この真実とは何かというと、雑念が湧いた時にこの雑念も真実ですね。私は真実どこにも見当たらないという人もいるかもしれないんですが、自分の心の迷いに気づいたならば、もうすでに真実に気づいているんですね。そういう意味で海の中にいない人は一人もいない。ここに見える世界がある、聞こえる音がある、自分の体の感覚がある、心に迷いがある、これが真実ですね。真実の海、その中にいながら水がない、俺は凡夫だという気づきはもうすでに悟りなのに、気づいてない人がいる。大海の中にいながら水なしと言わんがごとし、すでにかたじけなく諸仏自由三昧に安座せり、これ広大の功徳をなすにあらずや。私たちは今諸仏の自由三昧の中に安定して座っている。そんなことはないという人もいるかもしれないけれども、六根がちゃんと働いている、その中に空が現れている。そしてさっきも言ったように、凡夫だということに気づくのは仏の知恵に照らされているからこそ初めて可能です。そういう意味で諸仏自由三昧に安座せる、これ広大の功徳をなすにあらずやる。それこそ座禅の広大なる功徳ではないか。哀れむべし、かわいそうだな、哀れむべし、まなこいまだ開けず、それにまだ気づいていないお前はかわいそうだな。
心なお永遠にあることを、イノワの歌の一番、最後にある、海の奥山峡を越えて何でしたか、朝け弓見しせずですね。というこの酔いは、あの、えいと書くんですね。その酔いのことですね。朝木夢みじ酔いもせずの、この酔いのことですね。えい。心なおえいにあることを。お前はまだ煩悩という二日酔いから目覚めてない。おおよそ諸仏の教会は不可思議なり、仏の境地は自分の分別資料の手の届く範囲にあるわけではない。不可思議というと、なんか神秘的だとか、そういう意味で使われることもあるんですけど、これはもう文字通り思議が不可である、思いや分別では届かない、そこに届かない、考えることはできない。仏の境地は考えることができない。神識の及ぶべきにあらず、私たちの心や意識の手の届く範囲にはない。言わんや不信劣知の知ることを縁や、信仰のない知恵の少ない者はそれを知ることはできない。ただ小心の大気にのみよくいることを売るなり。ここで小心という虹が現れます。そして弁道話の最後にも再び、最後の最後にこの小心の話が出てきます。道元禅師の正法眼蔵では、真については多くは語られてないですね。むしろ、まあ、主と正、修行実践と正という悟り、そういう話は中心になってきますが、ここでは小心ですね。ただ小心の大気にのみよくいることを売るなり。大気の気は、まあ、仏弟子のことだと思いますね。仏の教えを学ぼうとする者、大と書くので優れている、優れた仏弟子のみ、正しい信仰のある優れた仏弟子のみは仏の境地に入ることができる。つまりそれを頭で理解しようといくら思ったってそこは入れない。自分のものにしようと頑張ってもその自分のものにしたいという思いがそこに残っていれば入れない。それを手放して初めて最初からそこに行ったんだと気づく。凡夫であったというこの自覚も含めて、実は仏性という海の中の出来事である。不死の人はたとえ惜しゅうとも浮くべきこと固し、信仰のない真のないものに教えても結局それを受け止めることはできない。それもそのはず、結局教えることは言葉を持って教えることになってしまうけれども、言葉がそこに届かないわけなので、教えても教えても相手は受け止めない、受け止めようとしない。
霊前になおタイヤ苦境の類あり、これはまあお釈迦様がおそらく法華経の中の話だと思いますけれども、法華経の中に書かれてますけれども、お釈迦様が説法した時に、1万人を超えた聴衆の中に1000人を超えた人たちは退屈だからといって立ち去ってしまった時があったらしいんですね。お釈迦様がまあ待機説法という言葉がありますけれども、いつも相手に合わせて説法されている。その当時はお釈迦様の話を聞いただけでも悟り開くことは多かったのに、ある時には聴衆の中のたくさんの人たちは立ち去ったと言われているんですね。で、まあ、道元禅師はこのエピソードをここで引用して、お釈迦様の時代ではすでにそういう人が多くいた。お釈迦様の説法を聞いててもわからない、自分の思い込みに合わない、自分がもうすでに持っている先入観にこれはぴったり合わないから、こいつの話はつまらないと言って去ってしまった、そういう類があった。おおよす心に精進おこらば修行し山岳すべし。もし自分の心にいよいよ精進が起こったならば修行して学ぶべき。もしそうでないしかあらずは、そうでなければしばらくやむべし。全く自分の意見をまあ忘れて自分の頭を手放そう、そういうつもりが最初からないんだったら修行しなくてもいいよ、しばらくまあ休んでと。俺の思い通りのはずだと、それをちゃんと肯定しない師匠や先輩でないと言うことは聞かないぞという人が修行道場で学ぶことは一つもない。ただもともとの自分の先入観を強くしたいわけですから、そういう人はしばらく休むべしと書いてありますね。学童用人種の中でも、学童用人種の場合は昇進の話でしたね。昇進に出会えない人はもう最初から学ばない方がいいとかは書いてありました。ここでは昇進の話ですね。昇進がなければ、たとえお釈迦様という師匠に出会ったとしても、このお釈迦様から学ぶものは何もない。どうせはお前は自分の思いを手放さないんだろうから、お釈迦様がたまたま自分が思ったことと同じことを言われたならばそれは聞くけれども、自分の思いをぶっ壊すようなことをお釈迦様がせっかくおっしゃったとしてもそれを聞かないので、修行しなくても同じですよ。昔より法の潤いなきことを恨みよ。まあここはおそらく前世の話だと思いますけれども、今のお前に昇進が起こってないのは昔からあまり仏法に縁がなかった、そういう自分のカルマを恨めと。これも今まで何回か引いたと思いますけれども、まあ、中国でできたお経の中には聖道家というお経がありますし、これは四道無難唯見賢者という、ところから始まるんです。四道無難というは、究極の悟りは難しくない、
アノクタラ三脈三菩提は決して遠いところにあるわけではない。唯見賢弱ということは、賢弱は、エリゴノミとか好き嫌いですね。ただこのエリゴノミ好き嫌いを嫌いと言われますね。嫌いと言うともうすでに好き嫌いになっちゃうから、まあ手放す。アノクタラ三脈三菩提はもうすぐにそこ、今ここにあるんだけれども、あれがいい、これが悪いとか、そういう思いだけを手放せば良いという、衝動感というお経がありますね。で、消防元祖随文記の中に、道元禅師は、中国の大英禅師の言葉を引いて、千万貫、つまり膨大なのお金、膨大な借金、返そうと思っても絶対に返せない借金が今お前がそれを持っている借金を負っている、それを返せと暴力団がやってきた。教授に返してもらわないとお前を殺すぞ、お前の内臓を売るぞと、そういう気持ちで修行したら簡単にこの七道無難という言葉の意味することは分かるはず。何も差し出すものはない、1円もない、毎月1万円ぐらい返しますから10年20年待ってくれ、そういうわけにもいかない。差し出すものは何もない、だったらもうそれこそ信心脱落、自分の身と心を捨てるしかしょうがない。もう差し出すものはこれだけ、どうぞ。そういう人こそ、まあ、指導無難の意味が理解できると、道元禅師は随文記の中で言われてますね。昔より法の潤うなきことを恨みよ、首相儀の中にはこれは とは別の言葉載ってますけれども、形成三色でしたか、あの消防元祖の、形成三色だったと思いますけれども、の中にも、まあ、桃の花を見て悟った人の話ですとか、竹にぶつかった小石の音を聞いて悟った人の話、道元禅師はされるんですけれども、いくら修行しても悟れない、悟れない人に、まあ、反省を含めて、まあ、それこそ昇進がない自分に今そういう縁が未だに訪れない、そういう自分の、まあ、反省をするという、まあ、文があるんですね。それは、まあ、首相儀の中でも引用されるんですが、どちらかといえば禅よりも浄土真宗のようなところでそういう反省を促す風潮が強いと思いますね。あの悪人の自分を自覚してこそ阿弥陀如来に救われやすくなる。でも道元禅師もそういう言葉を使ってますし、首相儀にもなってますし、ひょっとしてここのこの昔より法の潤いなきこと恨みよという言葉にもそういう意味があるかもしれない。このどうしようもない自分を反省をしなさい、つまり金を返せと暴力団がやってきた、返すお金は1円もない、そういう自覚があってこそあれだけ大事にした自分の思い、俺の
意見、俺が正しいと思っている教えが初めて手放せなくなる、手放せるようになる。でもそういう自分、凡夫である自分を自覚しない、人と比べたらまだ俺の方は知識がある、俺より怠けてるやつはいくらでもある、3年5年も勉強しているんだからそろそろ悟っても良さそうのに、なんで悟ってないんだろう、そう思っている間は絶対に悟れない、そういうことだと思います。千万巻の、そういう借金を負って初めて気づくものがある。で、まあ、今まで何回も言われたように、道元禅師ご自身ですら最後には、最後かどうかわからないけれども、私のイメージの中では最後の和歌の一つじゃないかと思うんですが、愚かなる我は仏にならずともと言われるわけですね。それこそ仏の自覚があってこそ言える言葉ですね。この愚かな私は仏になれなくても、せめて一人でも衆生を救いたい、そういう自覚をもたらすのは、まあ、昇進ではないだろうか。また読経念仏等の務めにうるところの功徳を何時知るやいない、お前は読経や念仏した方がまだましだと言うけれども、お前は本当に読経や念仏の功徳を知っているのだろうか。ただ舌を動かし、ただ口の中の舌を動かして、声をあぐるを仏事功徳と思える、意図はかなし、口を動かして、声を出すこと、それを仏事功徳と思うことはいかに悲しいこと、はかなしいことかと。仏法に義するにうたた遠く、これは仏法とほぼ関係のないことである、いよいよはるかなり、むしろそんなことをやったら仏法から遠ざかってしまう。また教書を開くことは仏尊前修行の義足を教えおけるを諦めしり、今日のごとく修行すれば必ず性を取らしめんとなり、教書を開くことは仏、間違いがありますか、お経などの書物を開くことは仏尊前修行の義足を教えおけるを諦めしり、教えのごとく修行すれば必ず性を取らしめんとなり、お経を読んだりすることは修行の、まあ、義足の参考にはなるんだろうけれども、実際に実践してみないと性を得ることはない。ですから完全に教書を否定しているわけではないです。道元禅師だって非常に表現力豊かで、多くの書物も残してますけれども、義足を教えおけるを諦めしり、でも義足が分かった上で実際に、まあ、要するにスポーツで言えばサッカーのルールが分かっていっても、実際にユニフォームを着てボールを蹴らないとゴールをすることは絶対にない、そういうことが言われているのではないでしょうか。いたずらに資料粘土を
費やして菩提を売る功徳を犠牲とにはあらんなり。ただああでもないこうでもないと理屈をこねて考え事をしても菩提を売る功徳に犠牲とにはあらんなり。そういうことは悟りを得る功徳にはつながらない。愚かに千万寿の苦行をしきりにして仏道に至らんとするはなおこれ長江を北にして越に向かわんと思わんがごとし。諸法眼蔵生死の中でも、似たような表現がありました。車の先頂を北に向けて越というのはこの場合は越後とか越前じゃなくて中国の南にある、今日のベトナムのあたりにある、国です、南に行こうとするのに北に向かっている。諸法眼蔵生死の場合は生死の私たちが今生き死にしているこの生死のとは別のところに違反がある。私は涅槃のところに行きたい。それは今ここもうすでに現れているということに気づかないということは、ベトナムに行きたいのに北海道シベリアに向かっているようなものであって、どこまで行ってもベトナムにはたどり着かないだろう。でこの場合は、生死と涅槃の話ではなくて仏法を求めるのに千万回お経を口を動かして唱えたとしても、これは仏法や仏道とはつながらないよ。また円空に放牧を入れんと線に同じ。別の例えを使うならば、丸い穴に四角い鍵を入れようと思っても鍵が合わないのでどんなに押しても入らないよ。門を見ながら主する道に暗き、それを違法を見る人の合訳を忘れん、 何の駅かあらん。門を見ながら主する道に暗き、それ違法を見る人の合訳を忘れん、何の駅かあらん。これはもう一番古いインドの経などで使われる例えですが、お釈迦様はよく自分の医者に例えたんですね。本人も若い頃は病気をした、病気したということは苦しんでた、生きることは苦しい、その原因は何だろう、この苦しみから自由になるにする、この苦しみから自由になるためにはどうしたらよいだろうと思い、自ら6年の苦行を経て菩提樹の下でようやくその答えが分かったと言われるんですね。でそれから40年インド中旅して説法される。この説法は、今日のお経になっているんですけれども、お釈迦様はお医者さんですから、説法は処方箋のようなものですね。あるいはリハビリの仕方が書いてあるんですね。こうすればあなたも病気から治れますよと。皆さん病院に行ったりお医者さんにかかったりすると思いますけれども、処方箋をもらっただけじゃ病気は治らない、当たり前ですけれども、処方箋を大事に大事に取っておいて毎日目を通して口を動かして大きな声で読み上げてもそれで病気は治らない。その処方箋で薬をもらわないといけないし、この薬を言われた通りに飲まなければ病気は治らない。リハビリをしないといけないというのは、言われた通りのことを覚えて毎日唱えたって何の意味もない、その通りに実践しないといけない。ですからお経を
何遍も何遍も読んで意味をわからないのに口に出すだけじゃ患者が処方箋を大事に大事に唱えているようなものであって何の意味もないということがここで言われていると思います。医法を見る人の合訳を忘れん。医者がどういう意味でこの処方箋をくれたのか全くわからないようなもんで何のご利益もありません。苦笑を暇なくせる春の田のカエルの昼夜に泣くがごとしついにまた駅なし。独居念仏だけをしている人はまあ春の田んぼにカエルたちが昼も夜もケロ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 と泣いているようなもんであって何の意味もないよ。言わんや深く妙理に惑わされるやから、これらのことを捨てがたし。でもどうしてもご利益が欲しいとか仏法を自分の頭で分かって自分の知識としてつかみたい人はなかなかここは捨てがたい、手放せない、自分を手放せない。それ離婚の心は離婚の心はなはだ深きゆえに、どうしても欲しい欲しい欲しいというスケベ根性が深いためである。おいしい酒が飲みたい、おいしいごちそうが食べたい、そしてありがたい仏法、それも欲しい。結局仏法まで自分の煩悩欲望の対象にしてしまう。それならばそれが分かることはない。むしろ先言ったように私は本来多くのものを返さなければいけない。この世に生まれたことに対しても何にも返してない。ただで生まれてきて、それでもなおもっと欲しい、もっと小遣いが欲しい、文句ばかり言ってきた自分、その自分に気づいて、むしろ私が返すべき立場にいる。今日までお世話になったばかりの自分はそれに対して何をしたかというと不満不平を言ったばかりじゃないか。何十年の人生不満不平ばっかり言って一つも言い返せてない。仏の教えに出会ってもそれにはどのぐらいの御利益があるか、これぐらいのお布施をしたらどれぐらいのことが期待できる。座禅したら自分のためになるんだろうかと、30分座ったけれども、いや写経の方が自分のためになるかもしれない、いやお経を唱えた方が自分のためになる。いつも自分のためになっているかどうか、そればっかり考えているから何にもならん。離婚の心というのはそういう心ですね。ご利益はあるんだろうか、なんかいいことはあるんじゃないか。昔すでにありき今の世になからんや。昔からそうであった、昔もそういう人は多かったし、今の世はそればっかり。元も哀れんべし、大変悲しいことではある。ただまさに知るべし。七仏の妙法は徳道妙心の宗章に海人生への学人愛した豪邸昇殿すれば敵し哀れて凡事せらるるなり文字修学の発心の知り及ぶべきにあらず。これだけ分かってくれ
ただまさに知るべし、これだけ分かってくる。七仏というのはお釈迦様から仏教が始まっているわけですけれども、永遠の昔からこの宇宙があるわけですから、実はお釈迦様からも前から、つながってはいないんですけれども、別時代には、いばし仏から、四季仏、云々、七仏が、おられたと言われているんですね。この仏たちの妙法は得道妙心の修正に、要するに正しい師匠から海人生への学人、本当に自分の頭を手放して真剣に教えを求めている弟子に愛した豪邸昇殿すれば、そういうふうに仏僧の一人から次の仏僧へと伝わって適し現れて凡事せられる、正しい指導のもとでそれを正しくキャッチして、凡事というのは受け止めること、正しくキャッチする、そういうふうに伝わる凡事収穫、ただ字を覚えただけ、書物から学んだだけの、要するに学者さんの知りを呼ぶべきではない、そういう学者さんは知らないし、学者さんからは学ぶこともできない。しかあれば、すなわちこの偽名をやめて少子の教えにより座禅弁道して諸仏自流三昧を消得すべし。だからお前も今のような疑問はもうやめて、そういうものを手放して正しい師匠の教えを聞いて、とにかく座禅弁道をして諸仏の自流三昧を消得すべし。つまり今ここお前はすでに真実の中に置かれている。いや僕は凡夫だと言うならば、その気づきこそ真実だと、これに気づきなさい。それに気づいたならばもう立派な昇進を得たというわけにもなるんですね。はい、今日の話はここまで、です。少し時間が残っているのでご質問問あれば、はい、お願いします。今日の話はちょっと話をしますが、はい、私は師匠に、ええ、毎日とは言わないんですけど、はい、ご指導させていただいているんですが、ちょっとその中でちょっと はい、他のところは大体自分の頭では分かるところがあったり、実践もできてませんけども分からないところが1点、はい、お願いします。三次ということを言いますね。三次号、はい、正午現在の三次号という字がありますけど、善学の方に三次ある。で、善善法事、順次正事、順後事事、仏祖の道を修行するには、その最初よりこの三次の国法の理を習い諦める、理を習い諦めるようになりということを言っているんですが、これ、輪廻のことを言っているのか。一つと、それからもう一つはですね、これ今私が生きとった時に悪いことしたら自分に降りかかってきますね。これは大体わかるんです。で、これが今のようにあの悪いことが降りかからなくても、これ順後自重いうことは次の生まれ変わりっていうことですかね。その時に何かの災いが現れてきますね。はい、で世の中見てますとね、災害で、ね、理不尽に死ぬ人もいるし、あるいは何も理由もないのに人に殺される人もいるし、はい、非常にで銀の祭事を加えて生まれてきて、何もないのにもう
ここに来て、はい、天寿を全うする人もいるんですよ、ええ、まあ、もちろん様々な方がいらっしゃるんですで今の、ね、その災害にね、理不尽にもあるいは殺されたりした人は 前世っていうのは前世だったとしたらその時に悪業を重ねた人がそういう報いを受けてるのかな、そうじゃないんじゃないのかな、うんうん、はい、というのは私の母親もね26歳の時に亡くなったんですよ、はい、私が2つの考えかなということは前の前世で何か悪いことをしたりして、ね、死んだのかなとか、まあ、ちょっと自分 のことを考えてみるとそういうことをちょっとこれはちょっと私師匠の他の章はですね、はい、まあまあ、納得に一定程度納得できるんですけど、ええ、この辺のことはちょっと言ってましたけど、はい、これ輪廻の六道輪廻のことを言ってるのかなとか、はい、なんか今一つ分からないのでその辺をちょっと教えていただければ、はい、ちょっと質問させていただきます。今ここでこれをきれいに解決させる自信が私には全くないと言いますのはもう昔から元祖家と言われる消防元祖に詳しい方々の間でも問題にされているんですね。例えば現状公安の中には、焚き木が燃えれば灰となると書いてあるんですね。この灰が再び焚き木にならない、同じように人が一遍死んだら再び人として現れないという、まあ普通に読んだらここで道元禅師はもう今はただ今前世も来世もないと言っているようなもんですが、言われたように首相儀では三字の号が引かれて、これはまあ十二漢本という消防現像のまあ最後の方で言われてますけれども、号を否定してはいけない、前世がや来世は否定してはいけない、初期の道元禅師と晩年の道元禅師は、まあ、いくつかちょっと矛盾している、普通に読んだらもう矛盾しているとしか思えないところがあって、それがその一つですね。なぜあえてここで、まあ、輪廻六道輪廻の話を持ち出しているか、まあ、おそらく言われたようにここは六道輪廻の話ですから、三次の号といえば、生まれる前のカルマは今でも働いてそれは来世にも生まれるんだろうと、出家得道する時にも根人より仏師に至るまでという表現がありますけれども、今この一書においては得度をするんですけれども、根人より仏師に至るまでこの一生の間仏になれないかもしれない、でも生まれ変わって生まれ変わってやがて仏になるという言い方もありますね。現代人にはおそらく昔の人ほどこれを素直に受け入れることは難しくなっていると思いますね。本当に来世はあるんだろうか、本当に前世はあったんだろうか、ましてや仏教では無我と説いているので、私という思いはそもそも幻、それならばこの体がなくなった時に何が生まれ変わるんだろう。また道元禅師は心神一如とも言われます。心と体は一つ、この体がなくなった時に心だけがどこかへ移るということはない。おそらくこれも弁道場の問答の中にこの後出てくるんですけれども、そういう考えを道元禅師は世に下道と言って強く批判しているんですね。でも晩年にはこの三次の号が出てくる。ひょっとして親鸞聖人さん の悪人正気説の場合もそうだったんですが、悪い人こそ救われやすい、 なぜならばその人に自覚が生まれてくるんですね。ところがそれを聞いた弟子たちの多くは、それだったら好きなことを存分にやろうじゃないか、飲む打つ買う、もう存分に楽しんで、で最後に
私たちを真っ先に阿弥陀さんが救ってくれるんだったらこんなうまい話はない。でそこで、まあ、親鸞聖人がブレーキをかけたらしいんですね。そうじゃないんだよと。いくら薬があるからといって毒は飲むべきじゃないんだという話が出てきますけれども、道元禅師の、まあ、いい平時でも晩年この一生限りましてや座禅したらそのまま仏というんだったら座禅以外の時は何をしてもいいじゃないかという人が現れてたかもしれないし、何があったかわからないけれども、人によっては君が今しているこのことは全てのことに全てのことにまあ影響している、私たちの今日という一日の生活はあらゆる物事に影響しているわけですね。ただ影響しているのは赤の他人だと別にどうでもいいじゃないかという人が多いんじゃないかと思いますね。私が悪いことをしたら、例えばまあ私は万引きをしたとする、それは物を取った相手は困る、でそういうことが多くなるとその地域その国の治安も悪くなって全体の秩序も乱れるようになる。一人の人が物を取ったならばそれは影響して永遠にそれは消えない事実ですけれども、ひょっとして言われたようにその本人には罰は当たらないということは十分あるかもしれないし、全く罪のない人には罰が当たる。要するに私が人の物を取ったならば相手は困る。じゃあそれは相手は前世に悪いことをしたからというとそうじゃないかもしれない。全く相手が悪くないのに泥棒に物を取られる、家に入られるということもある。ところがそれを今悪いことしたら根性バレなくても来世に罰が当たるよというと、まあ子供に悪いことをしたらサンタさんは来ないかもしれないと言っているように、まあ効果があるんですね。ひょっとしてよくわからないんですけど、道元禅師もちょっとお弟子さんの教育で最後にちょっと困って、もうお前ら好き放題ばっかりしているけれども座禅して仏になったつもりのお前らも来世何が起こるかわからないよと、そう言われてたかもしれませんし、それはわからないんですね。私の本音としては悪いことをなぜしていけないかというと、明日何か起こるかもしれない、自分に罰が当たるかもではなくて、それは悪いからだから、今悪いことしたら自分には良くても相手には悪い、でこの事実は永遠に消せない事実であって、いくらバレなくても相手の立場に立ったらできないはず。輪廻の思想ということは、まあその相手の立場に立つという代わりには来世にお前に同じことが起こるよという、まあ、思想ですね。でもそれをもっと現代っぽくに言えば、今ここ目の前の相手のことを考えなさい、相手のことを考えてやれるんだったら大いにやりなさい、でも立場が逆だったらやらないようなことはやるべきではない。はい、
私はそう思います。道元禅師はどういうお気持ちでお書きになったかは、まあ、ご本人様に尋ねるしかありません。ありがとうございます。はい、もう時間が過ぎましたので、また来月にお願いします。